今回の問題、 IEEE802.19 は何々 VLAN をサポートしており、何々 VLAN に指定した VLAN からの通信は何々をつけずに転送される。このオレンジ色のハテナは同じ言葉を指しています。何々 VLAN はトランクポートにいくつ設定することができる。デフォルトで VLAN いくつが何々 VLAN になっている。デフォルトで CDP が何々 VLAN を使って通信される。さあ皆さんどうでしょうか、答えはわかりますか。答えはこちらです。それでは今回も一緒に勉強頑張っていきましょう。お世話になっておりますマサルです。今回はネイティブ VLAN について一緒に勉強します。 VLAN を勉強するとチラチラ目に入るこのキーワード、設定を間違えてしまうとうまく通信ができなくなってしまうこともあります。しっかり内容を理解しておきましょう。まずはネイティブ VLAN について概要をお伝えします。 IEEE802.19 はネイティブ VLAN をサポートしており、ネイティブ VLAN に指定した VLAN からの通信はタグをつけずに転送されます。ネイティブ VLAN はトランクポートに1つ設定することができます。デフォルトでは VLAN1 がネイティブ VLAN に設定されています。デフォルトでは CDP というプロトコルがネイティブ VLAN を使って通信しています。それでは少しずつ説明していきます。まず前回の動画でトランクポートはトランキングプロトコルを使って VLAN 番号を付加していますよという話をしました。その振り返りを少しします。トランキングプロトコルというのは2つあって、 Cisco 独自の ISL というプロトコルと標準化された IEEE802.19 があります。今回お話しするネイティブ VLAN は IEEE802.19 のお話です。 ISL はネイティブ VLAN をサポートしていないので今回の話には該当しません。 IEEE802.19 の場合は VLAN タグを挿入して VLAN 番号を付加します。この VLAN タグの中に VLAN 番号の情報があるので、対抗のスイッチはフレームを受信したときに VLAN 番号を把握することができます。もし VLAN タグがなければこのフレームの VLAN 番号がわかりません。前回はスムーズにお伝えするためにこのようなフレームを受け取るとスイッチは困ってしまうとお伝えしましたが、実はあの時の説明は正確ではありません。もしネイティブ VLAN が有効になっている場合は VLAN タグがないフレームを受け取った場合にネイティブ VLAN として扱います。ネイティブ VLAN はデフォルトで VLAN1 に設定されています。多くの場合このようなフレームが届いた場合は VLAN1 の通信として処理されることになります。流れで説明した方が分かりやすいと思うので、まずは流れを見ていきましょう。前提条件としてスイッチ A とスイッチ B はネイティブ VLAN デフォルトの VLAN1 になっているとします。もし VLAN10 のアクセスポートから入ってきたフレームをトランクポートに通すときはこのフレームは VLAN10 ですよというタグをつけてあげます。このタグを挿入した状態でトランクポートを通っていきます。受け取ったトランクポートではタグの情報を見て VLAN10 としてそのフレームを処理して中継してあげます。ではここでネイティブ VLAN である VLAN1 の通信が発生したとします。ネイティブ VLAN を使う代表的な通信は CDP というプロトコルです。 CDP についてはまだ詳しくお話ししていませんが、シスコディスカバリープロトコルの略です。 CDP が有効になっていると隣接しているシスコ機器のホスト名やインターフェースの情報などを知ることができます。 CDP についてはまた別の動画で詳しく説明する予定なので、ここでは単純に VLAN1 の通信が発生したとだけ思ってください。 CDP の通信は VLAN1 を使ってお互いに通信をします。この時お互いにネイティブ VLAN は1なので、この CDP のフレームにはタグが挿入されずに送られることになります。タグのつかないままトランクポートを中継されて、タグのついていないフレームを受け取ったスイッチではタグのついていないフレームイコールネイティブ VLAN だと判断します。ネイティブ VLAN は VLAN1 なので VLAN1 として処理されるという流れになります。ネイティブ VLAN は隣接スイッチ間で一致させておかないとトラブルになることがあります。どのようにしてトラブルになるのか見てみましょう。今回はスイッチ A のネイティブ VLAN が10、スイッチ B のネイティブ VLAN が1です。このような設定の場合、
スイッチ A の VLAN10 のアクセスポートでフレームを受信したときに、スイッチ A にとっては VLAN10 がネイティブ VLAN です。つまりトランクポートを通すときには VLAN タグを挿入させずに通過させます。そのフレームがスイッチ B に届きます。スイッチ B からするとこのフレームをどう理解するかというと、タグのついていないフレームが届いたのでネイティブ VLAN のフレームだと判断します。スイッチ B にとってネイティブ VLAN は VLAN1 です。なので本来は VLAN10 同士で通信させたいんですが、このフレームを VLAN1 に運んでしまい通信できないトラブルが発生してしまいます。このようなトラブルを発生させないために隣接スイッチ間ではネイティブ VLAN を一致させておく必要があります。それではここまで学習した内容を踏まえてパケットトレーサーを使ってネイティブ VLAN の設定をしてみましょう。パケットトレーサーに移動します。それでは一緒にネイティブ VLAN の設定をしてみましょう。まずは VLAN の設定を確認するところから始めます。 Show VLAN ブリーフでどのような VLAN の設定がされているか見てみましょう。スイッチ1で Show VLAN ブリーフを実行しました。 FA0-1 が VLAN10 に属しており、 FA0-2 が VLAN20 に属していることが分かりました。あとは FA0-3 がポーツの中に表示されていないので、FA0-3 がトランクポートとして動いていることも分かります。念のためトランクの設定も見ておきましょう。 Show Interfaces トランクを実行します。すると今ポート3番がトランクとして動いていて、トランキングプロトコルとして .19 が採用されていることが分かります。そしてこちらネイティブ VLAN とありますが、ネイティブ VLAN が1であることもこのように分かりますね。確認を省略しますが、スイッチ2にも同じような設定が入っています。同一 VLAN 同士で通信ができる状態です。試しに PC1 から PC3、VLAN10 同士で疎通確認してみます。 PC1 から PC3 にピングを実施します。 PC3 の IP アドレスは 192.168.10.2 ですね。実行します。はい、このように応答がありました。 VLAN10 同士で通信できているようです。ではスイッチ1のネイティブ VLAN を10に変更してみたいと思います。変更方法はここに書いているようにインターフェースを指定してあげて、スイッチポートトランクネイティブ VLAN10 と設定します。では設定してみましょう。トランクポートで利用しているインターフェースを指定して、スイッチポートトランクネイティブ VLAN デフォルトの1から10に変更します。ネイティブ VLAN が変更されました。では設定変更されているのか Show コマンドで確認してみましょう。Show Interfaces トランクで見てみると、ネイティブ VLAN が10に変更されています。ネイティブ VLAN を変更して少し時間が経つとこのようなメッセージが出てくるようになります。ネイティブ VLAN がミスマッチしていますよといった情報ですね。この情報は対抗のスイッチでも同じように表示されています。先ほど隣接スイッチ間でネイティブ VLAN は揃えないといけませんよというお話をしましたが、このように警告のメッセージも出てくるので非常に分かりやすいですよね。ではネイティブ VLAN が変更されている状態で、先ほどと同じように PC1 から PC3、 VLAN10 同士で通信させてみましょう。 PC1 から PC3 にピングを実施します。はい、するとこのようにリクエストタイムアウトが出てきています。通信できなくなってしまいましたね。この理由は先ほど説明した通りです。スイッチ1にとって VLAN10 がネイティブ VLAN なので、 VLAN10 からの通信はタグをつけずにそのままトランクポートから転送されていきます。スイッチ2にとってはネイティブ VLAN は VLAN1 なので、受け取ったタグのついていないフレームを VLAN1 だと判断して VLAN1 で処理しようとします。通信したい PC3 は VLAN10 に属しているので PC3 と通信できなくなったということですね。はい、それでは実習は以上です。今回の例のようにネイティブ VLAN を揃えないと通信できないようなトラブルが発生するので、必ずネイティブ VLAN は揃えるようにしましょう。では実習は以上です。お疲れ様でした。はい、実習お疲れ様でした。では冒頭の問題の答え合わせを最後にしておきましょう。 IEEE802.19 はネイティブ VLAN をサポートしています。ISL はネイティブ VLAN ありませんので注意してください。ネイティブ VLAN に指定した VLAN からの通信はタグをつけずに転送されていきます。
ネイティブ VLAN はトランクポートに1つ設定することができます。複数設定することはできないので注意しましょう。デフォルトでは VLAN1 がネイティブ VLAN になっています。今回細かく説明はしていませんが、 CDP というプロトコルがネイティブ VLAN を使う代表としてよく話が出てきます。 CDP はまた別の動画で詳しくお話しします。それでは今回は一緒にネイティブ VLAN について勉強しました。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。